あの時の愛すごかったよね。そうですね、時の愛すごかった。今はなんか親の方がハマっちゃって、親に預けてるやつもいっぱいあるんです今はちょっとチーカーの方です。バリーさんから、あの誕生日に DM が来て、この起きたん、この待ち受け画像あげるぞみたいな、なんかバリーさんの待ち受け画像くれてすごい。でも私それなんか、なんかあのその時はなんかそういうなんていうんですか、抽選で当たるやつかと思って、なんかそのなんていうんですか、定型文かと思って無視しちゃったんですよ。誕生日じゃない。そうそう、なんかあの当選系かなって思って、そのスタッフさんが送ってるやつかなと思って、でも後からよくよく見たらバリーさんじゃないみたいな今から送ってもいいか迷う。え、まだ上じゃないの？もう3年ぐらい。やば、本当に無駄。バリーさん、バリーさんいつもいいですね絶対返した方がいいよ今。え、3年前のやつ。今そう、絶対。で、1回来てからもう来てないってこと？来てないとか。来てない。で、バリーさん誕生日にさ、でもよくいいねはしてるんですよ。バリーさんの誕生日にオキちゃんの待ち受け画像あげたら、バリーさんはいらないでしょバリーさんは私のいらないでしょ。オキの画像だよって。どう？私のもでもすごいハマってた。見に行きました。あれどこだっけ、何県だったっけ。何が同じ部屋になったこともある。そう、一回だけ。珍しい。でしょ。でも私結構いろんな人と泊まることが多くて、限りの人もいる。あっちゃんさんとかも乗ったことある。珍しそうじゃないですか。どんな感じだった。楽しかったですよ。あ、来たマフラー入るみたいな。なんか普通に楽しかったです。最近オキちゃんがね、みちを全部一人占め。違うんですよ、なんかなるんですよね。そう、全部一緒ってね。だからそれマイキューじゃなくて、そうなのに。チホさんとマイキューがよく一緒になってて、私みちのこと好きなの？全然なんか優しすぎて逆に異常だなって思うようになって、最近さっきのアイスピノをくれたんですよ。なんかピノ食べるみたいな、ピノ食べるっていうのが信じられなさすぎて、まず私も信じられないは。しかもなんか6個入り、6個入りなのにみんなにあげた後に私2個目くれたんですよ。怖すぎる。私も2個食べた。怖い違うんだよね、なんか6分の2を私にくれたっていうのがなんか異常？異常じゃん。でも分けてさ、こう、美味しいねって言った方が楽しいじゃん。いや、楽しいけど、1個でまだ、おのおの買うピノじゃなかった。なんでそれいい？なんかもっと袋詰めされたチョコレートのとか。いっぱい入ってるやつね。ピノって言わない。だってさ、6個しかないのに6個もって言ったよね。6個もあるから、みたいな。6個もよな。いや、しかじゃない。何が？でも、あおいちゃんもくれるよね、ピノ。どういうこと？ね、あおいちゃんもピノくれる。確かにあげたことあるよね、なんか。もらった、この前。芋の焼き芋。じゃあ、二人でやったら。なんか人がいたらって感じだよね。一人やったら食べるかも。それはすごい。それはすごい、当たり前か。それは当たり前。ね、聞いてほしい、前は一個。みちの画面にゆきちゃんしか映ってない。違うよ、オキちゃんも送りたくなそうだから。ちょ、あまりにも画質がぐらいにしようと思う。違う、iPhone15 Pro？ いやー、対応しきってない、まだ地デジカみたいな感じだから待って、15 Pro に耐えうる。いやもうね、すごい、耐えれてる。ほんと？うん、ハレミイノキングさんがお誕生日だって。おめでとう。あ、待って、私のファンの人も今日誕生日の人いるの。お、毎日みんながファンクしてる。来てるかなぁ。みちは気遣いすごいからな。気遣いすごいです、ね、愛だね。ピノ2個は異常宣言されてる。2個もピノ優しい。優しいですよ、同室の時も、ね、おきちゃん、前歯に敬語なんだね。確かに私、みんなさんに敬語ですよ。前歯さんもちゃんとね、なんで先輩だから。でも結構あれじゃん、グイグイ系じゃん、おきちゃんって。
そうですか。どういうこと？グイグイ系？なんかあんまりさ、うん、先輩だからとか関気にせず。いや、それは分かってない、バッハさん。じゃあ何？何何何？誰誰誰？教えて教えて。いや、オキちゃんはちゃんとしてる人なんだよ。うん。ね。わかる。そうなの？うん。そうでしょ。めっちゃちゃんと社会人じゃないけど。うん、そうですよ。私ちゃんとね、もう偉いなと思うこと多いよ。あかりさんに。LINE グループ作ってって言われたらすぐ作るし。これ送ってって言われたら作るし。ちゃんとやってますよ。すごい。そうです。意外とね。そうなんだ。そう。ソラハちゃんとかの方がたまにタメ口。ああ。わかる？うん。え、わかる？うん。ソラハは確かになんかその、そう。勢いのまま。あ、そうそうそう。あ確かに勢いはあるね。ベイビーだから。まあ確かにいいんじゃけどね、全然もう、うん、大人で言ったら確かおきちゃんが一番大人かも、ドラさんの中で。ええー。もうまた。また。言ってますか皆さん、聞きましたか？聞きましたか？ほんまにおきちゃん好きなんよね。やった。面白い。やった。評価爆上がり。聞いてますか皆さん。いや本当に。やった。いいね。いいね。みちはおきちゃんのこと好き？好きよ。これで嫌いって言われたらどういう変わるかも。どういう感じで？どういう感じで？どんぐらい？どんぐらい？どんぐらい？どういうこと？好きっていろいろあるじゃん。うん。でもか、うん、葵ちゃんへの好きと、うん、え、恋愛的に好きだったらちょっとあるかもしれない。どれ？一回謝罪するかも。誰で？ねえ。え、あの、ごめんなさい。お借りさせていただくかもしれない。でも私なんか人ミスさんのルームの人たちに、うん、私男だと思われてるから、一人だけやろ誇張したね。なんかミスさんと同一つだったら襲われると思って、なんかそうすごい警告されて、今日の夜は気をつけてくださいコメントが来るの、うん、男だと女の子ですか狼だと思われてる、え、なんでなん。いや、もうお前が今日ね、ライブ終わりからずっとみちゅにね、うん、詰めてるんだけど、そう、詰められてる、ずっと詰められてる。何で詰められてる？まえはとまひちゃんどっちが好きなのとかなんかでもクズとちゃんとか行くじゃんとかあ、対象がね、違いすぎてね。いや、なんか追いかける方が好きみたいな。だからじゃあ私のこと好きになれないのっていう。そう。すごくない？なんかすごいドラマのセリフみたいな。それな、うん。ペットみたいな感じなんじゃない？マイハ。ああ、シップフリフリみたいな。ああ、私のことチャマくんだと思って。チャマチャコ、チャマチャコマイ。みちゅ、今村家のワンちゃんになれるならなりたいかも。いやなんかみちさん。ガチ恋して好きな感じのイメージ近いのは多分葵さんの方が近い気がする。うん、葵ちゃんのこと好きだと思う。葵ちゃん大好き。おーやばい、やばい、挟まれてる。でも葵ちゃんが彼女にしてるのはお前のちゃんで、え、三冠か、そうやったっけ。そんなこと言っちゃうって言うよ。そう、いや、もっと覚えてないよ。あら、あら、あら、あれ最近で言ってたらしいよ、そうやって。あ、まやか。あれ、ひなちゃんやった気がする。記憶なくしてる。ひなちゃん記憶なくしてる。彼女がまひちゃんで、うん、お嫁さんがひなちゃんだからね。あー、いや、まひちゃんどっちも出してないんよ。あら、まひはち、まひはち。あー、そうかも、ね、うん、綺麗な三角。うん、綺麗な三角だよ。おきちゃん問い越した。おきちゃん何もない。一旦ね、一旦ね、かのちかのち。おきちゃんほんまにずっとおってほしい、ここに。え、その置物みたいな感じですか？インテリア的な存在。違う、お前照らそうかな。面白い。もうなんかいちいち面白い、言うことが全部。えー、嘘。もし葵ちゃん配信ついてる？うん、ついてるよ。本人全然しょうがないけど。斜めの配信。どうですか、葵さんのルームのコメントは今なんか何を言う。確かに楽しそうで、よきめっちゃ笑ってる。ええや、雰囲気で、ええや、かわいい、こんばんは。
なんかハート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 。あらあら。あらあら、愛が。あれじゃん。みちがおいちゃんのこと好きだから対抗ハートじゃん。あら。めっちゃハートある。あらあら。俺の方が好きだよみたいな。メンバー同士が好きな時ってファンの人は嫉妬するもんなんですかね、そのメンバーに。私はなぜかその されてるというか警戒されてるけど。確かに。ただ普通だったらなんか可愛いみたいな。私お決まりの方も結構マイケルファンはあるかも。私も男だと思う。る人もいるか。そのペアが尊いって思う人もいるし。うん、確かに。私は嫌かも。いやー、嫌が派なんだ。え、イヤハッツの推しメンが女の子同士でもくっついてたってことですか、うん、だって自分のものにしたいやん。自分より近くにいる人の方がさ、確率は高いわけじゃん、どう考えても、まあ、メンバーとか。そうですよ、ね、何の確率、付き合うっていうか、付き合うとか、うん、そういうことね。今ミーが付き合うみたいな、ね、今ミーが付き合うみたいな、そういうムーじゃなくてファンの人よりも一応近い、うん、まあ環境はこのゼロ距離にいるし、だから付き合うかもしれないみたいな感じで、うん、汗みたいな。でもあれグループ全体が好きな場合は尊いってなるけど、うん、ミッチョだけがみたいな感じだったら、うん、嫌だなって思う。何の話これ。でも私ミチさんのファンの人によく福ちゃんよりは許せるって言われる。そう、福ちゃんが一番危ないと思う。いや、福ちゃんは危ないと思う。お前は危ない。チューとか平気で奪いそうで怖い。確かに。ソラハも福田さんを警戒してる。嘘。そう、キスしましたねみたいな。言う。それはそう。そうなんだ。面白い方ね。面白い、うん、楽しい。もうサイレントたこ焼き。全然喋ってるよ。こっち来る。いや、なんかあれあるやん、なんか団子、何だっけ、お月見様。あ、そう、うん、あれを捨てた。そう、今ミラーボールがその好きじゃん、ね、え、そうなん。そう、だからまだあれのことミツキって呼んでるの。ミツキありがとう。あ、中秋の名月ね。綺麗で今日満月らしいね。そう、中秋の名月、ね、あ、来た。ミラーボールだ。ほらほら、ミツキありがとう。確かに飽きちゃう。15プロじゃないでしょ、いける。15プロじゃないけど、今46分。あ、来た、こっちも来た、ありがとう、ミツキ。ミツキ、お、来た。めっちゃすごい。これずっと会ってほしいよ。私ミラーボールも好きだしさ。わかる。好きも好きだから。好きも好きだから。すごい。ずっとこれ欲しい。ちょっと待って。通常のやつ。みつきめっちゃええ。あ、ね、みつの、え、今日で終わりなんかな、じゃあ。みつのなっかんさんから来た。ありがとう。最近なっかんさんが来てくれる、なんか。そうなの。顔に色がないじゃない。あ、な、白いね。そう、白い。まあ、いいよ、どうしよう。そこまでやって。もう映ってるから。リップつける？行こうかな。行こう。あ、こんな時間。始まりますよ、おきちゃんの話。今何時かわからん。47分。あ、手がかり。前浜リコチにキスした。あれ、キスしてるように見えるじゃん。してないんだよ。寝落ちしないで。始まりました。始まりました。あ、やっぱ画質が全然違う。ほんとだ。確かに。15プロかなー。あ、みつきだよ。おみつきだ。開幕みつき。開幕みつき。でもなんか、うん、もう見たことある人が多い。多分こっちの配信とこっちの配信で、ね、多分噂を聞きつけてるっぽい。集まって確かに。開幕でみつき投げるってことはやっぱ見てる。ちょっとね、あの先輩方の配信にお邪魔しておりました。ちょ、顔に色が合わせすぎて配信するか迷ったんです。いや、なんで起きちゃうのが私とみっちょの間にいるの。え、違うの。違う。はい、挙手、発言の挙手をお願いします。はい、あ、まず、はい、最初に配信始めましたね。私たちはまだ知ってなかったんですね。うんうん。そしたらあなた何て言いました。なんで来ないの。だから行ったんですよね、顔だけ見せてみたいな。それで
私一回どけましたよね、狭いからミスさんを通そうと思って、そしたらミスさんが入りなよって、じゃあ自分らしさに行こうぜ。最初なんか配信しないでいいかなみたいな自分のルームで言ってたから、うん、じゃあ両方に出れるぐらいここにおったら方がいいじゃんと思って、で2人が配信しないでいいだから今したんだよじゃあ結構言われた。そしたらコラボだとちょっとあんま会話できないから、じゃあちょっとじゃあ喋りに徹そうかなって思ってしてなかっただけです。もう何も分からない何も分からず一生みつきも一生みつき一生の飲みつきがすごいすごい、ありがとうございます。もうすごい次がありがとうございます。ツアーもツアーの話はまたじっくりさせてください。そうなんですよ、確かに。なかなか明日千秋楽だね。いやー悲しい。早い。楽しかった。楽しかったです。いろいろね、新潟とかご飯食べたら美味しいの。新潟、自分はひなさんちなんかおにぎりみたいな食べました。おにぎりどこでも食べれるよ。なんか新潟のお店のあ、お米か。でもお米美味しいみたいな。新潟ってあれか、お米美味しいのか。うん、あ、美味しかったです、美味しかった。お米最高だ。スジは私もスジコのおにぎり食べた。誰でもあの、スジコスジタリング。あ、やばい、真ん中に座ってた。もう間違えた。ミッチ、ミッチ、え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 、なにこれ、なにこれ、これじゃない。あ、びっくりした。私はさっきのなんか、あ、こちらみたいなのがあるって思って、なんかタワーが変なタワーが私めっちゃ回る。私のスタンプだ。陽気っぽ、ほんまに好きやわ。怖すぎる。何かと思ったね。本当に怖い。めっちゃ本当に面白い。また言うほどそんなに絡みないじゃん。確かに、あんましゃない。あんま喋ることないよね。うん、確かに。めっちゃ面白いわ。でもみちの方が好きやけど。ここまでやって。ここまでやって。なんかいいよね。おきちゃん。いやでもさ、おきちゃんと一緒の部屋になることいいじゃん、みちゅ。うん。でみちゅだけ来るとかさ、うん、もあるじゃん。あー、あの遊びに行くみたいな。来てね、一緒に。私もですか。え、そう、いいんですか。いや、じゃなかった。全然、全然ないですよ。見守り見守りの時。面白い。珍しい3人、3人じゃないんですよ、実は。そんなにおらん、おらん、いないけどいるんですよ。いいね、葵ちゃんだけあっちにいるのも葵ちゃんっぽいよ。うん、確かに。え、ちょっと狭い、狭そうだもん。空いてるよ、だよ。こっちで。確かに。みちゃんの葵ちゃん分を詰めて私たちはこの団子集中の名月バッて笑ってくれた。落ちた。マイハさんの爆笑で落ちた。あ、すごい、こんなに笑ってくれるなんて。いや、愛想笑いみたいな。本気で笑え。笑ってる、笑ってる。心から笑え。ツボ。やばい、やばい。何それ今の。一件落着。じゃんじゃん。じゃんじゃん。はい、じゃあこれ iPhone14 で見る道さん。13。え、13、14。やばいやばいやばい。13よ。マヤさんのルームからどんどん消してる。14の方が悪くないよ。13より。なんで。落ちるさ。なんで、確かに私マヤハさんより画質悪いから。あれなんでだろう、白いな、フィルターが。あ、フィルターが入ってるのか。確かになんか前フィルターで遊んでたからやったかも。あ、色が、色が戻りました。え、でも画質そんなに良くない。面白い、本当に。ちょっとフィルターかけてみる。やばい、もう高画質すぎる。なんか確かに、うん、生っぽい。確かに綺麗。やばい、うん、恥ずかしい。なんでやばい、みちゅの画質が良すぎる。やばい、耐えれない。中学プロになんか歯の穴とかもね。大丈夫、大丈夫。よっしゃー、どうもー。みつき、みつき、みつき、みつき好き。え、見たかった、好き。中学目指せるか。え、今日なん？今日よ、持っててあげるから。え、見れるんじゃない？私さっき見たよ、みつさんが今から。え、じゃあ見せるそうです。お、見れる？ここから。わかんない。
全然無理や。壁壁だった。壁壁か。でもさっき外で 見えてたよ。残念、みつき。でもそんなこと知らずに何も喋らんかった。あれあれなんだっけ、ブルームーンみたいな時一緒にいたくない誰か。ブルームーンの日はレッスンがあったから結構みんなで、あ、レッスン帰りブルームーンみたいな。でもブルームーンって別に月が多いわけじゃないんですよ。そうなん。なんか写真を撮った時に月の周りがなんかちょっと虹色みたいな。うん、確かに。うん、そういう感じ。あ、そうなんだ。みつきで月見、確かに。ほんまに可愛いね。やばい。デレデレ。やばいやばい。デレデレだ。ずっとそんな感じ。うん。怖い。怖い。ずっとゲームしてるからさ、ゲームと私どっちが大事なの？確かにモンハンしてた。そう、モンハンしてる。入れてって言われたから、うん、じゃあ入れますねって言ったら、待ってコード送るから。招待招待したいから。ちょっと待って。いや私も来た。あ、来ました。私も招待コード来た。まだ入れてない。レベル6まで上がってくれんともらえんけ。あ、上がってくれ。なるほど、なるほど。あとで済ませちゃったね。あ、了解です。はい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 。かわいいよな。55分。あ、いや、青木さんのゲームのコメント今、田中で。いや、めっちゃいっぱい喋ってないか。いや、まず一言も喋ってない。自分葵さんのそのルーマが自分55分。じゃあ葵さんのちょっとモノマネして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 いきますよ。えっ、じゃあちょっと似てますね。似とる。えっ、その子の絵から分かる。分かります。嬉しい。知らんみたいな。本人の目の前でやっとる。ショールームで、うん、ちゃんとこういう話したんですよね。そしたら、みたいな、言われたみたいな。話で物をしてるときに、結構、寝てるって、うん、特徴的。わかるわ。なんか、サーヤもそんな感じよね。あ、サーヤ。なんか、目に取るよね。確かに。なんか。サーヤ、今日、死ぬほど早口で話しかけられて、一切何やってんのかも聞き取れなかったけど。そうだよね。結局、何だったのかわからない。やっぱみちの真似できない。え、みちさん難しいな。いや、あの、だから、あの、焦ってる時の MC のみちさんしかできない。やって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 。だからね、なんだからね、みんなで盛り上がっていきましょうね。あの、むずいで、なんかこう焦ってる時の。なんか今日詰まってた。え、今日最後曲中かなんか。曲中。え、知らんけどのやつ。え、知らんけど、あ、そんなに言ったよ。投げ打ちの前じゃない。あ、そうか、尺合わないと思って。あ、そうだった。渚で一番可愛いか、なんだっけ、渚で一番可愛いがある。みんなで行きましょう。だから、そのなんかみんなで投げ打ちって言うのに、なんかミスさんが一回食べたから、なんかユミニーさんがフェイクに騙されて言わして、わーみたいな、略してー。そうそうそう、渚で一番可愛いがあるわって言った時に、あと2エイトぐらいあると思って、やばいやばい、なぎいちって言わんといけないのにと思って、みんなで一緒に行きましょう、略してーって言った。確かにそうだ。明日しっかりしよう。明日のツアーを楽しみに。お楽しみに。すいません。すいませんですよ。あーい。ちょっとやばい。今朝も一緒にやろう。明日の朝。朝、私すっぴん NG だから事務所。マジ？え、そうそう。そうなの？え、やったことないことはないけど、二十歳超えてからそろそろ。じゃあ声だけ、声だけしよう。あ、声だけはいいですよ。私、ここはおじちゃんになるけん。あ、これだけ。この途中。あ、ダメ。私が真ん中に乗って、お、挟んでもらって、お、で、おきちゃんあそこから天の声。あの、あおいさんの位置から。俺が。58分。あ、やばいやばい、もう58分。やばい。楽しかったね。明日の朝また会いますよ。何時から？本当に？え、何時からするの？精一杯。精一杯？精一杯やる。精一杯？5時？いや、はい。イベント？まあ予約入れればいいか、また。何がそこまでマイハさん突き動かしてるんですか、その5時に。嘘。この4人で喋るのが。喋るのが楽しかったから朝5時からまたするって。寝なさい。寝なさい、さすがに。
ちゃん好き絶対やった方がいい眠くなってきた。ちょっとランキング削除しとこう。ランキング読もうかな。九三八五三十二かのりさん。トノサマドラゴンさん、タッキーさん、中堅さん、ダイソンさん、ソーチカルさん、サクさん、マフマフスキーさん、イツボさん、カツボさん、アクイさん、マルトモちゃんさん、レカムさん、ハタポンさん、ありがとうございます。なんかギフトとかたくさん。明日千秋楽です。え、これ、え、なんで、もう終わった、充電切れた、